ははいこんにちは大野圭介です今日はトレーニングの時間はどれくらいやればいいのかというテーマで話していきますでどれくらいやればいいか,、まあ、いいか悪いかというよりです、ねえーとまあ、トップ選手はこれくらいやってますよっていうことを、まあ、紹介できたらなと思いますあの結構すごい時間やってます。はいで ですねまあ、ロードバイクで速くなりたいっていうことは当然練習をしなきゃいけないと思うんですけど、えーまあ、平日、まあ、昼間でもあの、まあ、なかなか仕事とか学校とかあって、まあ、その中で練習の時間を確保していると思うんですけども。 まあどれくらい練習をしたら速くなれるのかなとか、まあ、あるいはプロはどれくらいやってるのかなということを書いてみたいと思います。いろいろちょっと調べてみて、まあ、これくらいかなっていうところと、あと、ちょっと自分の推測みたいなものも含んでるんですけど、まあ、こんな感じで調べてみましたで。こういうふうに分けてみます。でまず初心者なんですけど、えー、初心者なんですけど、っていうかまあ、これ僕の場合ですね。だいたい最初の頃はこれくらいでした。 えと週に2日練習して、各1時間ぐらいしっかり練習する、まあ、だから週2時間ですよね。えー、とこれくらいです、でもこれくらいでも、はっきり言っても初心者の頃はかなり上達したのがえと分かりました、週2時間たった2時間でもあの初心者はかなり上達できるはずですし、まあ、僕は実際そうでしたね。はいまあ,あ,のあとは 理想みたいなことを言っちゃえばでもやっぱりロードバイクってまあ毎日乗った方がいいと言われているのでまあ10分でも30分でもいいから、まあ、空いてる時間とかをまあ見つけてうまく乗れたらまあもっと良かったかなと思いますけどまあまあそれでもこれくらいですはいで次にどんどん行ってみたいと思うんですけどまあ中級車とかになるとまあ週5時間から10時間ぐらいですでさらにトップアマチュアまああの プロじゃないんだけれどもアマチュアですごくトップの方いい成績出している人たちだと10時間とか15時間ぐらいは乗ったりします。で、これを距離に直すと月に1 0 0 0ロから2 0 0 0ぐらいすごいですね結構。で、月でっていうけど、だから年間では1万キロとか2万キロぐらい走るわけです。1日に直すと6 0キロとか7 0キロぐらい。 1>, 1日ですよ、1日70キロぐらい、で走らない日もあるから、当然、それよりも長く走っていたりするんですけどっていうぐらいですで。ちなみにプロはなんですけど、まあ、大体やっぱり20時間ぐらいはするって言われてますね、だから単純にあの1日に割ったとしても3時間、もちろんその練習、多い日、少ない日とかもあると思うんですけど、まあ、これくらいです。これくらいですって、なんか自分が経験したわけじゃないので、これくらいとまあ大体言われてます。 なので、えーと、距離で言うと、まあ、月に2000キロ以上だし、まあ、3万キロぐらい、年間では3万キロぐらい、えー、って言われてますね。えー、と365日のうちの300日、1日100キロ走ってて、それでようやく3万キロなので、まあ、これで、まあ、だけでもプロがいかにすごいかということがわ、えー、かると思います。はい。ということで、えーとまあ、この動画では、まあ、時間に関してまとめてみたんですけど、 まあ練習っていうのは、えっ、ー、と、時間がすべてではないんですけど、まあ、一つの目安ですよね。成長するための一つの目安には間違いないので、えー、まあ、練習時間が長いってことは、やっぱりそれだけ早い、強いっていうことにつながって、えー、きます。えー、で、質が大事っていう意見に対しては、もちろんその通りなんですけど、まあ量、量が大量も大事っていうのは、まあ、それは揺るぎない事実なので、まあ、自分がどれぐらい練習してるのかっていうこともよく考えてみるといいかもしれません。ということで、この動画を終わりにします。ありがとうございました。